久保さん車検ですか僕、4年前の車検 GT-R ですね。車検が150万ぐらいしたんですよね <laughs>。車検150万ってやばいですよね。まあ、あの、タービンとか、まあ、いろいろ古くなってるやつ全部買えたんですよ。部品交換したら150万になりました <laughs> 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 そう。あ、じゃ4年 ?4 年前か。そうそう。で、実はこれ裏話するんですけど、その多分4年前にドリアカ売ったのかな まあ、ドリアカを運営して4年でしょ ?4 年以上経た。多分、それぐらいの時に、年末にドリアカを売ったんですけど、実は1月か2月僕車検なんですよ。で、車検代なくて。で、ドリアカを売った理由、車検代稼ぐっていうね <laughs>。実は <laughs>。あの、もう見積書は来てたんだけど、お金ないわけですよ <laughs>。どういうことだいつもなんか、もうギリギリですよね <laughs>。見積も,りもらってお願いします言うときながら金ねえ、みたいなね <laughs>。 なんとかするしかないっていう状態でなんとかして、まあ、ドリアカ売って、まあ、お金作ってそのドリアカで売り上げ作ったお金が車屋さんに行くということでございますねで車屋さんは儲かるということです <laughs> うんだから結局お金ってあのん、ー、だろうなうーん架け橋みたいなもんじゃないですかね うんだから今、連鎖倒産とかもありますけど、結局、ねあのそそそうそうそう飲食店の,あの大手の人が、なんか、その東京都にを訴えたのかな、なんかそのうちを叩きすぎたみたいな,なんかで、なんかその社長がう記者会見で言ってたのが、うちが売り上げ作れなかったら、子会社とかその取引先も,もう潰れると、だから全部きつくなると。 うちだけのうちだけの問題じゃないみたいな、なんかそういう話をしてたような気がするんですけど、だからみんなつながってんですよね。そう。下請けもあれば、よくね、南の帝王でもね、下請け、あ、南の帝王ちょっと見ようかな <laughs>。南の帝王見たくなってきた、ね、下請けね。そんな、接生なみたいなね。接生ないや、他のところをお願いしたみたいな。あの、なんだっけな、あの、町工場の工場で、なんかミスったんですよね。でミスって で,で、大手から大きい受注が受けられる予定だったんだけど、あの、なんか何ミリかミスって、で、すみません、もう一回やり直すんでと。もういい、みたいな。違うとこ頼んだから、みたいな。で、そのなんか会議、会議で、その下請けのそのちっちゃいところを選んだ人がめっちゃ言われるんですよ。なんであんなとこ選んだんだよ、みたいな。すみません、みたいな。<laughs> なんかそういう、なんかそういう確か下りあったんですよね。みんなやっぱね、繋がってるので、うん。 お金を自分で稼いで、じゃあそのお金をどう使うか、まあどう使うかっていうか結局どかに使うわけなんで、まあ、ビジネスでやった方がいいんじゃないですかね。<laughs> うん。だ連鎖倒産する前に自分が稼げるようになればそこに、そこのリスクはなくなるわけじゃないですか。例えばその、 A 社、B 社、C 社っていうのが関連してつながっていて、そこの会社で働いてたら、A 社こっちは、自分の会社は別にあれなんだけど、結局、その売り上げのメインが A 社のね、あの下請けを受けてて、A 社がダメになったら、うちの会社も一気に行くみたいなね、そういうリスクがめちゃめちゃあるわけですよ。であるならば、自分が稼げるようになって、その稼いだお金をこう分配していけば、分配というかね、使っていけば、これめっちゃ社会貢献じゃないですか <laughs>。うん。 だ最近なんか思うんですけど、あのね、お金稼げるようになってお金を使えるようになって思うことが、なんかそう、そう、あ、なんかいいことしてんな、みたいな <laughs>、ね。なんかお金稼ぐことは悪だとか言うじゃないですか。でもお金稼げるようになって、使えるようになると、まあそういう考え方もできるようになる。うん。だってお金がなければ、 経済活動も経済活動っていうくくりで考えないと思うんですけど、払えるお金が少ないわけじゃないですか。で払えるお金が少ないってことは、そこの、なんだろうな、働いてるい売り上げに貢献できない、そこの会社に貢献ができない、つまり従業員の給料に貢献できないってことなんで、でいっぱい稼いで、いっぱいあの使って、いっぱい稼いでいっぱい使ってっていうことをやれば、もうなんか人のため、世のためじゃないですか。なんか今僕、あの、 今日ね、リリースするんですけど、あのー、まあ、レポート、PDF のレポート、有料レポートをちょっとリリースするんですけど、そこで、それの、今、ブログの、その、こんな人にお、こんな人におすすめですみたいなのが書いてるんですよ。で、今、2万文字超えてきたんですけど、まあ、10万文字ぐらい書,か書こうかなと思って、今ずっと書いてるんですけど、ようやく2万文字超えて、もういいかなって、とりあえず今日出そうと思ってるんで。 で、そこでどうやって書いてるかっていうと、今までアンケートめちゃめちゃ取ってるんで僕は、そのアンケートを読んでるんですけど、結構な割合で世の,中世,の世の中、世の中の人に貢献したいですっていうアンケート結構あるんですよ。人のし幸せに貢献したいとか、世の中のためになんか貢献したいみたいなアンケートを書いてる人が結構いてるんですね。自分が稼げば貢献できるよっていう、いくらでも。 まあ僕はそう思いますけどね。だけど、稼いでない人から見ると、お金稼いでる人は、なんか、悪者なんですよね。<laughs> 不思議ですよね <laughs>。非常に不思議ですよね。うん。まあ、これが世の中のズレですね。いってらっしゃい